はい、どうも、秘密結社の総帥ハッチでございます。いやー、いろいろね、シーズン始まっちゃいましたね。まあ、開幕戦ももちろんダゾーンで見ていたんだけれども、というところからもう、今年の動画をちゃんと節字ごとに始めていきたいと思っております。まあ、というわけでね、岡山戦なんですけれども、まあ、4対1、まあ、凪のね、ゴールで先制はしたものの、その後、ボロボロというふうに見える試合でした。まあ、完全に崩してね、攻撃の方は今年これでできるのかなみたいなところではあったんだけれども、まずあった、それは良かった、非常に良かったんだけれども、ということでその次ですよ、まあ、その次の2失点は、ね、セットプレーからの形だったし、まあ、オミが足滑らしたりとかね、いろいろあったんだけれども、まあセットプレー守れないよねっていうのは、吉田達磨のこの監督の前の時もそうだったしって考えると、ああかんな変わってねえな、ダメなところがっていう悪い予感もしてしまった負けっていうのがやっぱ大きいと思うよね。まあほら、そこら辺の点に関してはだからこそ解任に至ったわけだし、まあ達磨にそういう意味でのハネムーン期間はないわけですよ。まあ、信頼、そこの信頼を欠いてたって部分がやっぱ案の定だったっていう。まあね、チアゴ・アウベスのゴールに関しては 60m、 あれ去年ね、山形戦だったっけ、鳥海が決めたのの逆バージョンとか、逆にやられたよねっていう、まあ、キーパーがビルドアップに参加するからちょっと昔より前めにいたりして、そこをうまく隙をつけば、ああいう 60m、 50m クラスのゴールって増えるよねっていうのは多分ね、その時言ったと思うんだよね。それをまあ逆にやられたっていうのはまあ悔しいところではあるんだけれども、まあやられる側になるとああいうのはムカつくよね。仕方がない。まあ流行のサッカーもいいけどね、それに対して、まあ達磨がやろうとしていることが、まあ全部裏目に出た試合、選手に関してはこう崩していくって形が見えたから良かったけどっていうね、ことにしておきましょうか。まあね、達磨に関しては僕にとっては新監督で浸透するまでにうんぬんっていうハネムーン期間っていうのはゼロ、まあ、もしくはね、やっぱなあいつにはセットプレーの守備なんて無理だよっていうマイナスぐらいのね感覚でおりますので、こういう感じになってしまいますが、まあ、それでもね、凪のゴールとか一応今シーズンに向けてワクワクするところっていうのも見えた試合ではあったんで、まあ、得失点差って僕気にする必要ないと思ってるんですよ。まあそれこそね、シーズン序盤こそ今22っていう風に、例えばね、第1節終わった時点で見えるのはこの得失点差の影響だったりはするんだけれども、得失点差が何百点差がついても勝ち点1の差には及ばないんですね。まあ、そう考えると、ここから先大量失点の試合があったとしても、まあ別に勝ち点取れてれば問題ない。それこそね、そういうふうに思ってはいるんで、まあ、今回大敗だったことに関してはそこまで深刻に受け止める必要は最終的にはないの、影響してこないのかなとは思ってるんですけども、まあ、とはいえ、まあ、負けたことは悔しいしね、こういう形にはなってしまいますね。以上、ハッチーでした。